世界的に見てもこう稀有なオーケストラだと思うんですね。こう一人の音楽家の名前のもとにみんながこう年に一度集まるというね。どうしてそんなみんな集まれるその共通の思いって何なんでしょう。ね、そう本当にそういう僕がねヨーロッパにいてね人からヨーロッパの人に言われる、ないぞってそんなの、世界中にないって。アメリカにも日本にヨーロッパにも昔の先生を忍んでっていうんじゃないですよ。今やもう先生の価値があって教わったからっていうんでそれでやろうっていうのが斉藤記念の始まりですから、その精神がまだ残ってるのね。あれなかなかね珍しいですよこれは。それでしかもいわゆる同窓会みたいな集まって楽しもうっていうんじゃなくて、もう本当に音楽やろうって。だからもう今はだからでもこれ外国人も随分入ってますから、斉藤先生のことなんか全然知らないんだけど、まあ僕たちが斉藤先生の弟子、僕らの弟子がそのつもりでやるせいか、音楽がこう相当こうなんて僕が言うのはおかしいけど身が入ってますよね。みんなこう来ると、それでまあ松本ってそんな簡単に来れませんから、で外国から来る人は成田から大変ですからね、ここに来るまで。だからここに来てやるぞっていうつもりでやるからこうなるんじゃないですかね。そういうふうにこう熱があるっていうか、そういうオーケストラですよね。斉藤先生の教えっておっしゃいましたけれど、一番こう引き継いでいかなきゃいけないその原点っていうのはどういうもの。まあ固く言えば音楽する精神、音楽する気持ち、態度、表現する表現、その中にもっと具体的に言うと音楽ってのは表現するもんだと。いう音楽家っていうのは作曲家が書いた曲をの中を理解してそれを表現するのが音楽家の役目だっていう、教わってる頃はねすっごい細かいこと言われたの。音楽のベーシックの基本っていうの、リズムとか音程とか、それから音が合わない。クラシックの音楽ってちょっと早く弾いてもダメ、ちょっと遅くてもダメ、ちょっと高くてもダメ、ちょっと遅くてもダメでしょ。クラシックって隣の音弾いてもダメ、そういうその規制がすごい強い芸術だから、そのことを基本やれっていうのは斉藤先生のもうすごいあれで、変な話だけどね、先生たち先生ね僕たちのことを教える時ね、お前たちはねここでね俺が教えてるその基礎と表現力とかそういう基礎とかをねピッチリやってれば絶対世界で通用するって言ったんですよ。だからそんなこと言われたって僕なんか外国も行ったことない、外国もできないでしょ。それで行けるなんて思ってなかったから、学生時代よ高校だから、それ高校から入ってこう出てたんですよ。だけどこうやって仕事をし始めたらな、で仲間がたまにこう斉藤記念の中で会ったりするじゃないですか。最初の頃よ、それこそ25年前会うとね、はあ、あの先生分かって言ってたなとね。その頃斉藤記念の仲間っていうのは外国にいっぱい今でもいますけどいて、それが集まるじゃないですか。で外国にでも一緒に集まんないんですよ。ドイツにいたりイギリスにいたりフランスにいたりアメリカにいたりっていうんで、一緒になるとそういう話したことあります。先生それ分かってたみたい、ただの希望で言ってたんじゃないと思われ、ちゃんと教えれば絶対世界で通用するっつって。さあ、で今日のブラームスですけれども、ブラームスの2番、この曲について小澤さんはどんな曲だと思いますか。僕はブラームスもみんな好きなんだけど、ブラームスってね、こう太っててこんなんなんね、こうやって散歩するのもこんなんで、こうおおらかなこうやって、だけども例えば三楽章なんか、この三楽章は本当に可愛いメイティエン、少女がこうやってこうちょっとちっちゃなダンスするみたいな、そういう可愛さも持ってるし。僕はね、この二調調っていう調もあるし、こう雰囲気でパストラル、田園風なシンフォニーだなと思ってるんだけど、だけどそれが二楽章になるとちょっと深刻になってきて、フィナーレになるともっとやれやれみたいなところがあって、重いやれやれね、重いってこうヘビーなね、こうブラームスのこの遠くる、ここにこう来るみたいな。
Sotto voce, very good, but more legato. One more time. Ace note. Like one bar, this A is like a beat, ti ta 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 ta. So direction is ti ta 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 ta. And timpani also ti ta ta ta. Very first note is good, but because they many people coming ta quarter note after, but ta ta very good, but not only that ta 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 ta. Let me do A letter A. I do. I want to be together. Timpani and you together. And two. Little bit more bite. I like to hear this after A. You know this very first time is a four bars after, but especially five, six bars after. You know, this eighth note when you start. That's, I think, make. One more time. Maybe give me three bars. No, one, two, three, four, five, six bars before A. Each a group diminuendo. Yeah. Six before A. A one. Quarter, quarter. Yeah, tata, speak out. Again, ti, tata, tata, tenuto, tata, not mild, ta, tira, tira, no, ta, tata, tata. More aggressive. A, directly A. A. Asking some small thing, but as a figure, ta 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 ta, repeating, ta 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 ta, a little bit more, how you say, in fortissimo, some phrasing. Right there is 80, 37, 38. If you could count 38, you have bar numbers. Yes, 38, and two. Naturally, you need to make crescendo. Because they are playing all the same note. Then next one, tan-tan, second one, more important, eighth note. Yeah? Same place, 38. Hey, hey. Too light for me, too light. More, how you say, la-t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 a, like la-t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 a, to insisting that intonation, ta-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 ta, inside of those, ta-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 ta. Right there is, again, count, 44. Everybody, please count, 44. That, here, second word is important. And two.
まあ、聞いてると本当にとても もちろん魅力的な曲なんですけれども、演奏する立場で難しいところと言われますか。ブラームスの場合はそのブラームスが持ってるなんていうの、音楽の重みっていうのかな、ベートーベンはもちろん重みあるんだけど、その中にこう精神的なリズムとかそういうのあるんですよね、はい、第5番とか、はい、8番とか7番とかっていうのは。ところがブラームスの場合はそれだけじゃなくて、今度はそのいわゆるロマンティックなこう流れの中に重みがあるっていうのかな、日本語で言えば重厚っていうんですか、こう重いっていう、その味が出ないとブラームスは面白くないじゃないですか。ブラームスもスコアがそう書いてありますから、重い味。Ya la li li ra, like singing in 16 note. Di di ra, whole piece 16 note, singing in 16 note. Di ya la means always a little bit earlier and longer, not triole like, but close to half. Yes, a little bit more speaking. Three. Yes, then every whole string. Could you do this? First violin, second violin. Before A. Two bars before A. Two bars before letter A. With a beat. Same manner. Hi. Yeah, a little bit more separate, a little bit more in your mind. T, 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 like two, 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 two in legato. Two, 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 T. I. Yes, I think that will do. I think that will do. じゃあそこちょっとやらせてくれよう。Can I...It's terrible to go back beginning, but may I go back very beginning one more time? And cello, I told you this upbeat very earlier. Yes. Can I hear flute, oboe, and trombones? Three bars from beginning with upbeat.If I ask you even softer, is it possible? Trombones, especially, softer, like pianist. Yes. Funny thing, flute has one piano. All others are two pianos, isn't it? Two oboes are two pianos, right? And trombones are two pianos, but flute is only one piano. And not, I don't think it is a mistake. I.With the cello, this bar, three bars. That's fantastic accompaniment here, like chorale. Three. Together. Everybody. Everybody, yeah. One, two, three. Do you hear? Yeah, I think if you could hear,Da-dee-da-da, like a chorale, flute has. Yeah. Then I think everything matches very well. One more time. Maybe you play a little bit, Jack, a little bit more. So for this rehearsal, they hear. Three. I think so. May I do this? And same thing, when you do this, they have,今のさっきファーストバンド、セカンドバンドやった時、Two bars before A, same orchestration, but they have a pianissimo and dolce, Mark. So it's very interesting. He's thinking. Yeah. Very beginning, please, one more time. Poco forte is very good if you could hear bassoon. Forgot.
Salmo Dolce。リハーサルの中で小澤さんがまあ、とても細かく例えばこうフレーズの切り方とか指示をなさってましたね。もっと滑らかにとか、うん、こう切らずにとか言ったりとかね、うん、いろんなことを言ってましたけれども、うん、どんなこうブラームスになりそうですか。どんなブラームスを目指してます今回は。こう朗々としててだけども我々は弾いてるやつ熱くなってっていうのが本当はいいんですけどね。僕自身はね、例えば自楽章なんかは確かにね昔より遅くなってると思う。テンポ自体も、うん、はい、音の種類を出そうと思ってと思う。音の種類なんていうの、音質っていうか音質っていうんじゃないな、表現ので、できやすいようにちょっとみんなに時間を上げてるのかもしれない、うん、テンポを落としてちょっと落としてでもそっちを出し、そっちを取りたいっていう風になってるみたい。Two things. To me, this piece is, for me, is like pastoral, especially this movement. Maybe also slow movement, I don't know, but this movement. So that in mind, also, when I restudied this symphony, he wrote, maybe you already know it, he wrote crescendo, he wrote piano, he wrote sempre piano, but many times, dolce. All symphony, he uses piano, dolce. And it cannot play louder, cannot play, not most important line, but it's very important line. That's very interesting. リハーサルの中でドルチェ、ドルチェってことを盛んにおっしゃってましたけれども。それはね、高橋さん音楽好きだからお分かりだろうけどね、ドルチェっていうのは本当のあれはドルチェって甘いってことなんですけど、はい、音楽の場合はそのドルチェっていうのをイタリア語を使ってその甘いんですけどこう滑らかみたいなに使うんですよ、ドルチェって。それ大抵ねピアノの時使うんですけど、このシンフォニーに至ってはこの作曲家は、僕が今度それもね年取ったから分かったんじゃないけど、もう一回細かく見たらこの場合はピアノの時しかまず使わないドルチェ、それから大事なメロディーにはドルチェって書かないんです。大事なメロディーにはクレッシェンド書いたり、それからディミネンド書いたりね、こうフラマシこういうの書いたりして、ドルチェっていうのはピアノだけでサブの第一サブ、第二サブ、サブって分かります、第一メロディーじゃなくて副の方、あんまり重要じゃない方、だけども彼が思うに服なんとかだけでも大事にやってくれよっていうところにドルチェって書いてある。だからそれ、これはね、それをみんながやればね、書いてある通り相当味が濃くなるなと思ってみんなに言ったの、うん、これドルチェって本当にみんなね、ただのピアノのとこは本当に伴奏みたいになってるわけで、ピアノだけどドルチェって書いてあるのは本当にちょっとどこでもちょっと大事なんです。ピアノだけど大事なところにドルチェって書いてある、もう書いてあるんです。それが面白いね、本当にもうだから何百って書いてあるわけですね、この曲の中に。おそらく、まあ、100じゃ聴かないでしょう。じゃあメインのメロディーじゃないけれども、ちょっと聴いてるとすごく大事な、ちょっと大事なっていうところはあるんですよ。それでも色を出したり味が出してるわけ、そこにドルチェって書いてるわけで、僕はそれがこのパストラルの雰囲気を生むのかなと。なぜってさ、一番の激しいやつとかなんかだとそのドルチェなんて書いてる暇ないと思うんですよね、あんまり。周りがもうみんなでかいから、はい、でこの場合は聞こえるとこに弱い音がたくさんあるからドルチェって書いて、
だからピアノの中にしかピアノってとこに必ずドルチェがあるで、ピアノだけのとこもあるわけ、あんまり大事じゃないとか本当にピアノって書いてある面白いですね。ですからモルトドルチェなんて書いて一箇所書いてあるんですよあれタラリラ、だから山岳賞の最後に面白いですね。モルトドルチェ、それがねファーストバイオリンがここにあるとね1オクターブ下が第二バイオリンで、そのまた1オクターブ下がビオラなんですよ、はい、ということは3オクターブ、はい、3なんていうの3段階でオクターブ開いて同じ音を同じメロディーをモルトドルチェピアノって書いてある。面白いですね。なかなかもうそこにもう思いが入ってんじゃないですか。そこにはもう それ全部に書いてあるんですか。そうなんですか。3世紀のモルトドルチェ、第2バイオリンとモルトドルチェモルトドルチェって書いてある。それで弱くって書いてある。面白いですよね。だからブラームスもこの時はちょっと違ったんじゃないですか。力で力じゃなくて、パッションパッションじゃなくて、パッションなんかにはモルトドルチェなんて書きま、ドルチェなんて書きませんからね。うん、それで、そうか、小沢さんすごく丁寧にここはもう滑らかに。でこれはだからそれでパストラルの感じがほわっとしたあれが出るんじゃないですか。と思ったんですけどね。それもまあ最初にやった頃はねドルチェって書いたこと知ったけど、それがどのぐらい意味があるかってとこまでみんなに説明できなくて、今回は説明したらみんなすぐ分かったですよ。だからもうすぐドルチェって言えばすぐそういうことにしてくれ。反応が早いですよね皆さん。早いですね。小沢さんがちょっと言うとすぐこう変わってリハーサルがどんどん進んでいく。だからボーフリにとってはいいような悪いようですよ。ボーフリがボヤボヤしてると全然ダメになっちゃうしボーフリがちゃんとやってればみんなやるからね。こんなに結果がすぐ出るオーケストラ珍しいですよ。で、まあ 80% ぐらいの人は僕にすごい慣れてるわけですね。もっとかな 90% ぐらい。もう何回も何回も一緒に演奏して、うん、そうだからもう勝手なこと言ってやってますけどあの和やかにやってるみたいに見えるけど、内心はみんなもう必死なんですよ。これ僕も含めて必死。